はい、どうも一応です。はい、じゃあ今回は何をやるかと言いますとですね、ガチャ行きたいと思います。はい、6イベントがね、開催されてるんですけど、これもう本当ね、6好きだからこれもう回したいんですよね。シャドウもね、超絶持ってるし強いから、オーバーフロー奥義とか欲しくてね、回したいんだけど、ここはねちょっとグッとこう唇を噛んで我慢しましてですね、ラッキーセレクションこちら行きたいと思います。はい、まあ本当はね、そのオーバーフロー奥義とか超絶とか覚醒奥義とか、本当はそういうの狙っていけばいいんでしょうけども、まだまだねライトユーザーですから僕は。なのでミスリル75個使ってこれ3回回したいと思います。はい、まあこうやって見る限り4、8、11、13か、はいの、まあラッキーだと、ラッキーガチャだということで、まあそうですね、スコールに関しては、オーバーフロー奥義とかが欲しいし、ライトニングは逆に奥義持ってるから超絶欲しいとかね、まあいろいろあります。シャントットはバースト、シャントットセシルか、パラセシはバースト持ってるから、またそれ以上の技も欲しいし、それ以外のね新規の武器も欲しいし、何よりも25個で回せるラッキーガチャっていうのはね、ライトユーザーの僕としてはかなりお得というか、まあそういう感じでね、本当は6回したいんですけどね。はい、でまあちょっとした超必殺やら専用必殺がおまけで選べるということで、まあサクッとね、見てきたところ、欲しい武器もありましたので、はい、こちら回そうかなと。なんかね、若干渋々感っていうのがあるんですよね。うん、まあしょうがないですよね。はい、じゃあ、75個全部使いたいと思います。77個だから2個余んのか。はい、枠広げたりなんだりすると多分ちょうど0になるのかな。はい、じゃあやっていきたいと思います。ミラボが欲しいです。いきます、1回目、よいしょ。さあこういうのでね、どんどん強くなっていかないと。うん、ダメー、これちょっとやめてほしいよな。保証分の1個、くそー。まあまあでも昔はね1個も出なかったことだったから、それに比べればまあいいんですけどね。うん、それに比べればね。あれ、これ持ってんじゃねえか、セシルバーストじゃねえこれ。だよな。うわー、かぶったー、これ持ってるよー。共鳴時にせ、いやーダメだ、共鳴時か、生属性強化。いやー、これくそー、これきついな。25個とはいえよ、ちょっときついな。1個しか出ないでバーストのかぶりっていうのはきついぞこれ。はい、ちょっと選べる装備リストまた後で選ぶとして、こっちわざわざ戻ってこなきゃダメなんだねこれ。じゃあ2回目いきたいと思います。かぶりなんとかなしで、まだまだ僕のねアカウントかぶり出るにはまだ早いと思うんですよ。武器持ってる人少ないしね。なのでここシャントットバースト1個とかやめてよこれ、本当に。うわマジかこれ、マジか。ちょっと、もう、本当にそうなるんじゃねえだろうな、おい。はい、ドーン。あ、これはスコールバーストじゃない？スコールバースト。霊人だっけ？あれじゃない？あー、だよね。まあ、これは、まあ、そこそこ、
強いよね。とこれね、実装された当初めちゃくちゃ強かったんですけど、今ってこれどうなのかな。まあ魔法剣扱いし、ね、種別の魔法剣だから、まあなんていうか超絶、あの追撃の超絶かと、まあ相性はいいのかな。どうなんだろうねこれ。できれば違う人来てほしかったな。うわー、でもこれは新規だから、まあいいとしてだな。はい、いやー、これちょっと厳しいぜこれ。ちょっと、しかもね、あの技持ってるセシルスコールってまたこう来たもんですよこれ。ほんと、なん他のキャラ来てもいいと思うんだけどな。さあ行こう、最後1回。さあここミラボ来てよこれ。来ないとなんか75個を無駄に使った気がする。あ、来たかな。あ、こんな、マジで、マジで嘘だろこれ。あああれ、これもセシルじゃね。うわ、パラディンフォースってこれすっげー昔の、まあ、まといだけどねこれ、確かすっげー昔のバーストじゃん。75個も使ってこれかよ。マジか。マジか。うわー、はい、じゃあ選べる装備をね、まあいろいろ選んでいこうかと思いますけど、まず1個、はい、あのねこれ選べるリストまた別に取ろうかなと思ったんだけど、なんかもうすげえ頭にきたんで、もうこのままあのノンストップでいっちゃいます。はい、ね、何が欲しいかというと、まず決めてたのがね、もうあるんです、これ絶対レッドジャケット、これ、はい、もうこれ絶対持っていきます。いやー、マジかー、クソガチャだなおい。これ8あたりでもなんか欲しいのあったような気がするな。8あたりでもね、あのあれだ、踏みとどまる系をねなるべく持っていきたいんですよ。あれだ、ライジンだっけ、なんだったっけ、ライジンのねオーラ、これ一旦待機なしプラス踏みとどまる、うん、まあ使うか使わないかわからんけども、まあ僕としてはこれすごくいいと思う。はい、ピンポイントで使える場面でなんか出てきそうな感じがするんで、あとはまあどこにしようかなって思ってですね、13とかなんかいる、できればバフとか踏みとどまるバフ、ヘイスがとか、やっぱその辺持っていきたいっすよね。シェルヘイス、あ、これすっげえ懐かしいね、グッドタイム。あれだごめん、また8だ。ほんとね、あれ持ってないんですよ僕、属性の弱体化で、この中で唯一が多分ね、僕見つけられなかっただけかも、どうかわかんないけど、これ、ん？違うな、どれだったっけ、ベガだ、これ多分選べるリストの中にこの属性耐性レベルを下げるっていう武器、多分これしかないんじゃないかなと思ってですね、だからこれをちょっともらっていきたいと思います。これもらえば初めてのなんていうか、弱体化、属性弱体化なるんで、これはもらっていきたい。はい、以上になります。いやー。
残念だ。マジか。これだったら回さない方良かったかもなーみたいな感じですよね。いやー、はい、まあしょうがないですよね。ノバダン行きますとですね、まだまあダンジョン残ってるんでね、フォースダンジョンまだ多少残ってるんで、まあミスリルまあちょっと回収はできるですけど、こんな具合でね、あとは全部クリアしてるんですけど、はい、まあ多少回収できるんでいいんですけど、いやー、あのそういうことじゃなくてねこれショックだわ本当に。すっげー時間かかる。まあね、みんな分かってくれますよね、ノマダンの消化するその時間っていうかさ、すっげーショックだわ本当これ。はい、まあしょうがないっすね、こういうのも含めてガチャだからね。はい、またね、次の動画からも頑張ってやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。